X-15 の実験に臨む、クロスフィールドアルバート・スコット・クロスフィールドは、アメリカ合衆国の軍人、パイロット、マッハニを最初に突破した人物である。一般には、スコット・クロスフィールドで知られる。1921年10月2日、カリフォルニア州バークレイに生まれる。1940年、ワシントン大学に進学し、工学を学ぶも、1942年、 第二次世界大戦が激化すると学業を中断し海軍に入隊。戦闘機パイロットや飛行訓練教官を務めた。大戦終結後の1946年復学。1949年、ワシントン大学の航空工学と科学の課程を修了し、同年中に航空工学の修士号を取得した。1950年、NASA の前身である。 アメリカ航空諮問委員会に加わり、エドワーズ空軍基地で技術者兼テストパイロットとして高速飛行実験に携わる。その後の5年間で、X-1、XF-92、X-4、X-5、D-558 から1、D-558 から2の実験に参加し、すべての航空機を自ら飛ばした。 1953年11月20日には D-558 から2に登場して人類初のマッハ2を達成している。また、X-1 と D-558 シリーズなど通算99回飛行し、世界で最も多くのロケット推進飛行機を飛ばしたパイロットとなった。ノースアメリカン X-151955 年、ノースアメリカン移籍。 主任技術者兼テストパイロットとして X-15 の開発に携わる。また、この頃六軍のマインスペーススニストプロジェクトにも選出されている。1959年6月8日、X-15 発飛行のパイロットとして37,550フィートからの滑空飛行を行った。飛行は危険視されていたが、無事に着地させることに成功。 9月17日、XLR-11 エンジンを搭載した、X、X-15 の初の動力飛行についても、テストパイロットを務め、マッハ2.53を記録した。11月5日に行われた、X、X-153 度目の飛行実験では、エンジンの一つから火災が発生。この影響で、射出座席が作動せず、緊急着陸を余儀なくされた。着陸の衝撃で、 機体は反壊するも無事生還。壊れた機体も修理され、後に実験に復帰している。1960年6月8日には、新型の XLR-99 エンジンが、X-15 の3号機に搭載され、地上テストのパイロットとして登場する。この時は、エンジンの安全弁が、機能不全を起こし爆発。機体は反壊したが、またも無事生還した。 11月15日、XLR-99 エンジンを搭載した、機体の初の動力飛行を行い、その後、2度の飛行で、マッハ2.97を記録。12月6日、ノースアメリカンのデモンストレーションで最後の X-15、飛行を行う。X-15 に関して、計14回テストパイロットを務めた。その後もノースアメリカンの技術者として、 多数の実験に参加。アポロ計画のサターンロケット開発にも携わった。1966年、ノースアメリカンの工学研究とテストの技術主任となる。1967年には、イースタン航空に移籍し、航空管制技術の研究部門の副主任に。1974年、ホーカーシドレーアビエーションの副社長となり、 HS-146 をはじめとする航空機の設計に携わる。1977年からはアメリカのすべての民間航空会社に対して発言力を持つアメリカ合衆国会員科学技術委員会の技術主任となり1993年に退職。2001年から2003年にかけてライト兄弟の飛行100周年を記念して ライトフライヤー1号機を復元するプロジェクトに携わる。80歳を超えても自ら飛行機を操縦する現役のパイロットだった彼はパイロットたちの訓練も行ったが実験そのものは天候不順で中止となってしまった。2006年4月19日彼が操縦するセスナ210はアラバマ州プラットビルからバージニア州ハーンドンに向かう途中で消息を絶つ。 4月20日、ジョージア州ゴードン軍で機体の残骸が発見され、機内にクロスフィールドの遺体が確認された。84歳であった。航空管制センターによれば、クロスフィールド機からの連絡が途絶えた時、現場は雷雨に見舞われていたという。クロスフィールドは多くの栄誉を送られた。また、バージニア州ハーンドンの自宅の近くの小学校に彼の名前が付けられた。 クローゼフィールドエレメンタリースクールである。ありがとうございます。